おはよう。す、うん、ません。こんな時間に <laughs> そう。今日は朝からちょっとお仕事がありまして、ちょうどさっき終わったので、今、配信しようかなと。 昨日とか、まあ、そしてきてなかったので。多分、この時間にやることあんまないので。<laughs> ね、なんか、いろんな方見に来てくださるといいなぁと思って。急にごめんなさい。あれなんですね、今、あの、 ビス、ビスのオーディションビスのソウールーム審査を、あの、やってる、やってるので、きっと、星集めとか、全然来てください。星集めに来てください。なんか、お仕事、ね、お仕事中の方がほとんどだと、 思いますけど、すいません。ね。<laughs> 今週末は、いよいよ、いよいよですね。いよいよ今週末の、すごいね、やっぱ初訪問の方が多くて、嬉しい 今週末の日曜日は、いよいよ、アルビレックス新潟のイベント、はるかの気ままにアルビトークのバンダイシティから生配信に出演させていただきます。待って、今日勝負めちゃくちゃバグっちゃう。ちょっと一回、一回止めます。 これで良くなったかななんで、ショーナム、今、11日を始め落としたんですけど、なかなかエラーになっちゃってずっと。そう。始められなくて、3度目の時期で、やっと配信できたんですけど。うん。もう今動いてるかな 初問がめちゃくちゃ多くて、えー、そうなんで今週末サッカーのイベント出演させていただくんですけど J リーグ好きな方とかいらっしゃいますか今この中に <laughs> 皆さん応援しているチームはどこですか私はあの新潟出身なのでアルビレックスアルビを応援しててそう 今週末アルビーのイベントに、はい、出演させていただくんですよ。アルビーはねあの、来シーズン全番の全部合格をつかみまして、つかみ取りまして、はい、もう今すぐすぐアルビー盛り上がっている時だと思うので、楽しみです。今週にはあのアウェーで出があるんですよ。うん うあ、アルビレックス激推しです。おーすごいやっぱ、アウェイサボーターさんが多いのかな、うん、そう、初日アウェーあるんですけど、あの、ちょうどね、そう、ツーショット撮影会がありまして。うん。そう。でね、それね。 れそう。うん、そうで、もしかし15日に優勝が、J2 優勝が決まるかもしれないっていう、もう多いんで。静岡だから、エスパルス。おお<ー>え、すごいいろんなサポーターさんが集う。<laughs> そうなんです。優勝がかかってる試合です15日私はツーショット撮影会なんです <laughs> あのおしゃべり会の日はあの休憩中とかに見れるんですけど多分ツーショットの日は結構一日バタバタしてるので多分見れないですねなので本当に合間にちょっとだけ見るか あの、ファンの方に中継してもらうかっていう。うん。そうなの。ツーショットの日はね、まあ今までツーショットをやってきて思うんですけど、多分見れないかなって <laughs>。思う、うん。そうそう。 なのツーショットに来てくださる方であのアルビ好きな方ぜひ中継してください。<laughs> はい、ねもうさやっぱり優勝目指してだよ優勝ねしたいね。 みんなそう思ってる。うん、初見さんありがとうございます。そう。でですね、15日のツーショット撮影会は、なんとコスプレをします。ハロウィン前っていうのと、あと、21歳。ラストのツーショット撮影会ということで。あの私次22歳になるんですけど、 22日なんで、にゃんにゃんということで、猫の猫ちゃんのコスプレをします。あ、ギフトありがとう。うん。はい。15日は1日猫ちゃんになるので、あの、当日券ももちろんございますので、 7部が完売してるのかなうんなので1部から6部は当日券があるはずなのでそうありがたいことに7部完売させていただいておりますのでね寒いかなどうだろう 猫のコスプレします。お仕事で、ねぬみんと撮影できないとか悲しい。ええー、写真送るね。いっぱい撮れば撮ります。写真撮って送ります。メールとか、ツイッターにも載せるし。15日行きます。ありがとう待ってるねギフトありがとう みんなのおかげなんですいけなかったらごめん大丈夫ねみねえみんはずっと待ってるから <laughs> 11月12月のおしゃべり会ねあったねおしゃべり会おしゃべり会あったんですよそういけんないね写真待ってます了解 写真撮る。今、やっぱお昼はコメント全部読めるね。<laughs> 上司に奥さんの声聞こえるねって言われたから嘘 <laughs> なんて言おうか奥さんでーす。明日は、 ダメな隣人さんにとき、あラーメン人形町の。食べ行ったんだ。美味しかった。やばい。と思ったらコメントがめっちゃ流れて、こんにちは、こんにちは。招き猫だけに乾杯か。えー、に、ね、ゃ、ね、ずっとこうやってるので、ぜひ当日券来てくださいね、皆さん。券ある方はもう忘れずに来てください。ツ <laughs> ーシュッと行きたかったら、しゃください。了解です。 は本当に最後そうだね本当に本当に最後おしゃべり会いきます来て奥さん上司に上司さんに奥さんの声って言われたらしい待って職場で垂れ流してるってことしこのショールームちょっとやめてよ恥ずかしいなおしゃべり会参加しますねありがとう待ってるねいっぱい来て この後もお仕事そうですね。ちょっと私はやらねばならぬことが。だから落語の練習もしなきゃだし。<laughs> はい、頑張ります。この後。今日はね、せっかくこう早起きしたので、もう一日効率よく使えるように一日を。ちゃんとお仕事頑張ります。落語見に行くかんありがとうあのー、11月の5日と6日に、令和落語に、 はい、出演させていただきます。まだチケット発売中なので、まだ席余裕ありますので、ぜひ落語、私の初落語、見に来てください。うん、奥さんっぽくお願いします。奥さんなった、なったことないからちょっとわかんないな。<laughs> どこでもドアがあれば仕事抜けて。いやー、どこでもドア欲しいって思うことがもう最近よくある。<laughs> こんにちは、こんにちは。すごいよ、これ。明らかには多い、初訪問、うん。今も正座してるの今は正座してない。<laughs> 今は正座してないです。ちょっとごめんなさい。サボ正座サボってる、今。<laughs> で毎日ちゃんと正座する時間は設けているので、あんの、大丈夫です。 落語、参考へ行くん。ありがとううん、嬉しい。頑張りますね、私。多分ね、知ってる顔があれば。<laughs> ああ、ななみよしの皆さんがね、駆けつけてくれるみたいなので、たくさん。嬉しいです。落語楽しみ。ありがとう楽しみにしてくれてて。そう誕生日の前日なので。<laughs> はじめまして。はじめまして チラ、プロフィールチラ。あ、もう、なんだ。すごい。多分、この、48の、グループのファン、NGT のファンではない、じゃない方も、たくさんこの時間は見に来てくださって。嬉しい。ぜひ、フォローしてくださいフォローお願いします。ぜひ。キム挑戦できたんで見に行ける。えー、ありがとう全部、とにかく全部行く。ありがとう 最終日、奈々子さん、あとうなこさんと、時間は違うんですけど、同じ日に出演できるのがすごい嬉しい。落語姿の、お写真。美しかった。ありがとう、袴ね。そうなの。本番をは袴着てできるということで。嬉しい。貯金です。ありがとうございます。足痺れて動けなく、ね、動けなくなったらみんな笑ってください。ちゃんと。 初めて見るえほ、ー、本当嬉しい朝ごはん食べました朝ごはんね食べましたごはんいっぱい納豆ごはん食べた <laughs>、うん、そう最近で、ね、なんかねご飯食べなくても昨日とか夜ごはん気づいたら食べてなくてうんなんか今痩せられる期間なのかもしれないから頑張ります あファイナルにありがとう。優しいですね。ありがとう。ななみが正座してるんで、私も毎日正座してる。嘘じゃん。あ <laughs> 面白い。はじめ,、ま、めまして。はじめまして。ぜひ、フォローよろしくお願いします。n g t ー8のつかななみです。こちら。わあ、すごい。トゥース。トゥース。 オレンジチェックのす袴そう、袴がね、すごい可愛くてこれはなんか裏話的な話なんですけど私ツイッターにあの袴落語ビジュアル撮影落語のビジュアル撮影があった時に着た袴載せたんですけどそう、オレンジチェックで下が紫っていう素敵な可愛いい袴を着ることができたんですけど なんか、スタイリストさん、衣装さんに聞いたら、なんかね、和菓子をイメージしたらしい。<laughs> 和菓子、和菓子屋さんで働いてそうな、こと、あともう和菓子をイメージしたという。<laughs> なんか、私の、こう、アシャを見て、あ、なんか、和菓子っぽいなって思ったのかな、きっと。<laughs> ちょっと、わかんないんですけど、でも嬉しいです。和菓子屋さんで働いてそうだね。 って言っていただきましたねえめちゃくちゃ可愛いんですよそうなの今月末には ツアー、いよいよツアーファイナルもあります。10月30日。はい、また、県民会館、新潟県民会館で、あの、昼夜、昼公演と夜公演、合計2公演させていただきます。それで、ツアー終了ということで、というま部活紹介はもう見られない。どうだろうねもうあるかまたあるかそれともないかいやー、どうだろう。 ちょっと私もわからない。ツ <laughs> アーも無事、ヒレオロ当選。やったありがとうみんな当たったかな生で見れると思ってるし。ありがとう。ヒレオロ行くよ。<laughs> 今、星座三分で痺れますた。ははっ分はやばい。ツアー5へのヒレオロ行く。ご一緒検査ありがとうございます。 顔姿楽しみね私もみんなに見てもらいたい。早く部活紹介楽しみにして、本当にそれ、本当に思ってる。部活紹介楽しみにしてたって。もうそう言ってくれて本当に嬉しい。もう私本当にもうあの時間頑張ってるんですよ。そう、あの MC。そう、ね、もういろんな声聞きますからね。あの部活動紹介。 みんな一生懸命やってるから、ぜひ褒めてほしいです <laughs>、うん。そうなの。私は、ツアーは、なんか、まあ、セットリストは一緒でも、絶対毎回違う楽しさ、違う面白さがある公にしたいなって思ってるので、とにかく同じことを言わないっていうのをモットーに、まあ自分の勝手な個人のこう、 心構えというかこだわりなんですけどって思っててだからマイコンサートマイ公演マイ公演喋る言葉を変えてました <laughs> 実はでもなまあ気づいた方いるかな全然気づかない程度でいいんですけど <laughs> うん ザーファイナルで俺も入る部活決め。そうだよ、みんな何も入るの。<laughs> そうだよ。今日のラーメン、あ、そうなんです今日は、今日の、あの、NGT48 ラーメン部はですね、なんと、私が3期生3人をこう引き連れてロケに行ってきました。すごいでしょ <laughs>、うん メンバーはですね、あらいリリノちゃんと北村優花ちゃんと木本優奈ちゃんの三人で合計四人でロケに行ってきました。緊張した、初めてちゃんと一日三期生と一緒にロケ、うん、をして。 昨日のマシラジで究極の2択でヤヒネ選ばれていた。何それな何の話ですか <laughs> そう、なんか、昨日のマシラジ生放送で名前が上がったのは聞いてたんですけど、どういうこ話だったんだろうなって思ってた。気になってたんですよ。仕事中チラッと見れた。ありがとうさすが部長、ありがとう。頑張ってきました。 先輩してきました。超緊張したよ。でもみんなすごいトーク上手だしい、食レポも上手だしい、楽しかった。この時間に配信って珍しい。でしょちょうどお仕事終わったの。短期生に担々麺ポーズで、あ、してないやばい忘れてた うわあ写真撮ればよかった。後悔しなう。彼女にするなら、ななみはまなちゃんで。ヤヒコはななみを選んだ。うそ彼女にする。えぇ、ー、やありがとう。本当となみがみんな後輩たちそうだよ。超緊張した。まず私は後輩が初めてだったからさ。<laughs> リリノの食リポうまい。いや、超うまかった。だからリリノは、リリノすごかった。もうね、あの子は本当にすごいって思った私。いや、3人ともすごいみんなもう、てか前めっちゃ上から目線でごめんなさいなんですけど、3人ともすごいトーク上手で、反応もリアクションもめっちゃいいし、あのね、リリノはね、挨拶すっごいハキハキ、ちゃんとできるし、あと、 気遣いが超できてた。もう私、超助かったもん。うん。あ、リリノは、この子は、今後、なんか、トークとか、あと、ロケとかも、すごい行く人になるんじゃないかなって思う。まあ、番組を見ていただければわかりますよ。うん ほうほう。リリのおしゃべり会取るか、うん。なんか、おし配するっていうのはまた別なんじゃないですかね、話が。うん。<laughs> お支配はやだなみんなね、みんな、ここから説教タイム入りますけど。みんな最近ちょっとね、あのね、寄り道してるんですよ、私のファンの方は。寄り道してる方がね、結構多くてね。それを人捨てで聞くんですね。 推しのまあ別のななみ推しの方とかそうこんな感じですけど実はちょっとグサグサきてますよ私 <laughs>、うん、そう本当にねみんな教えんしないで。 こんにちは初見さんありがとうございますぜひフォローお願いしますななみちゃん髪色いいね全然関係ない話ありがとう最近染めたまた、うん、なんかやっぱ私は明るすぎず暗すぎずなこういう茶色がいいなーって今落ち着いてますうん 私はもう寄り道するなとは言ってないんです。全然いいんですけど、そのまま行っちゃわないでねって <laughs>、うん。そう、染めた数日前だけどね。前髪も切って、髪染めてトリートメントしました。うん こんにちは。こんにちはそう。みんな帰ってくるならいいんだけどさ。最近ユキちゃん気になった。<laughs> ユキはかわいいよ。ほんとにかわいい。サンキさんみんなかわいい。けど <laughs> 行かないで 千葉のツアーの髪型かわいぎて。あ、初めてやったのそう、この間の松戸、森のホール行った時の髪型は、あの、三つ編みで、ほわほわ三つ編みだったんですけど、初めてやって。よくね、ヤヒとかカイリとかやってるから、三つ編みみなんかちょろちょろって、ほわほわっていう髪の毛なんですけど、うん。あれいいよね。ほわほわしてる。おいらは七宮の一本道しかない。 素晴らしいもう固定したいこのコメント。<laughs> 一途に好きで言ってほしいです、うん。寄り道はしてもいいけどね。うん。 ちいいほんとこれからもえん頑張るるかよろ,よろしくね。ありがとうみんな。三つ編みめ目立ってたし見つけやすかった。あ、本当に見つけやすかった。迷ったんだよね。うん。遅れ気もよかった。そうそうそう。ほ法ほはね。ほんとよかった。なんか、髪型どうだったかなと思ってたんだよね。 迷子犬。そうだよみんな帰ってきたね、ちゃんと。あ、エチゴ、違うななみ村条例です。なみ村条例は、なんだろう。まあ、私は、うん、某春香村よりは、まあ、きつくはないですね。寄り道してもいいけど、戻ってこい精神なので <laughs>、うん。おまんじゅうはまた、あいつまたおまんじゅうに戻って。 やっぱ越後はこのアバターがやっぱ落ち着きますね <laughs> 松戸端っこの席でもよく見え,え見えたよわかる見えてたよ <laughs> そうやっぱね私のあれかなサイリウムとかもよく目立つからわかるんですよそう松戸はね松戸公園はなんか他の会場よりも席が近かったのかなステージと客席が近くって めっちゃ見えました、みんなのこと。うん、新潟。えー、ファイナルどうしようかなやっぱポニーテールかなファイナルは。多分。ツ <laughs> アーでいろんな髪型並み見れてうれしかった。そうなのなんか今回のツアーはいろんな髪型やろうって思って、普段やったことない髪型を中心にやりました。うん、バルコニー席もあったみたい。そう、なんかね。 なんかただの1回2回3回じゃなくてこう横から飛び出ってる席みたいなのがあってなんかうわ近未来近未来的な席だなと思いながら見てたそう高めのツインってねわかる高めのツインタてもやりたいやっぱポニテポニテに落ち着きますねまあ、最後はそうしようかなうん ハンギョドン、ハンギョドン、めっちゃ気づいた。めっちゃ気づいた。めっちゃ目立、ハン,ギョドンめっちゃ、やっぱさ、生誕ティモなんだけど、ハンギョドンカラーって超目立つんですよ。松戸は近未来、え、超近未来だった。なんか、でもやっぱ森だった。え、森だったいや、私、あの、そう、森のホール行く前、松戸公園の前のショールームで、なんか森のホールって言うからで、じゃあ周り森なのかなっていう話をしてたんですね、ファンのみんなと。で、みんなはもう、 強い冗談みたいなこと言う。え、全部森だよ、みたいな。も森に囲まれてて、森、森さんっていう方が作ったホールで、みたいな。そう。で、いや、絶対嘘でしょって思ってたら、思ってたんですね。で、まあ、会場移動してる時に、で、外見てたの。あ、これ本当に森なのかなって。思ってたら、会場に近づくにつれて、本当に森が、もう、木々が、見えてきて、緑が見えてきて、うわ、これ本当だったんだ、と思って。 そう本当に森だった。なんか公園があるんだね、近くに。そう。そうで、コンサートってね、あの、実は、MC 中とか、環境をね、していただいてるんですよ。そう。実はなんですけど、と後ろ、扉が開いてて、で、松戸の時、こう、MC 中に、後ろの扉が、パッカーンって開いてて、で、あ開いてるって思って、外見たら、めっちゃ森が見えて、木が見えて、 あ本当に森のホールなんだって思いました <laughs> そうそう森だったようんそうなんですねやっぱツアーは本当にねいろんな会場に行けて嬉しかったですいつかまたいつかねツアーをまたやれるってなったら今度はもういろんな日本 各地にいろんなとこ行きたい。だからいろんな場所に行けるためにももっと頑張んないとなって思ってますので、これからも応援してください。うんこれから大変なこともたくさんあるんですけど、うん、応援してくださると嬉しいです。ということで、じゃあ今日の配信は短いんですけど、この辺で終わります。お仕事頑張ってきます。 ありがとう。またね、みんなありがとう。お仕事頑張ってね、みんな。またね、フォローよろしくお願いします。